信頼性の高さを、皆さんに見ていただくように我々頑張りますので、ぜひご期待ください。で、私自身先ほども社長からご紹介ありましたけど、古希になりました。で、多分大会、1500人ぐらい多分出ると思うんですが、その中での最年長になると思います。で、チームの夢だけじゃなくて私自身の、夢もまだまだ、完成しておりませんので、日野さんとともに、次の20周年90になっちゃうんですよ20周年どこまでいけるか分かりませんけど、前をまっすぐ行って進んでいきますので、これからもよろしくお願いいたします。震災受けた営業所からの質問ということで、地元暗いニュースばかりがある中、一つでも明るいニュースになればという思いで今回応募させていただきましたので、できるだけ明るいニュースを持って帰れるように頑張っていきたいと思っています。はい、日野チーム菅原の菅原照人です。2号車のドライバーやってます。今年は僕の車を新しくしたんで、ぜひ上位に走れるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。